雨子再興をかけ合算戸田城を攻めた山中鹿之助は毛利の反撃に敗れ他の雨子将と共に囚われの身となっていた。幽閉されること数年、鹿之助は幾度となく毛利元就から降伏するよう諭されたが頑なに拒絶を続ける。雨子再興に執着する鹿之助の心は折れることなく虎視眈々と脱出の機会を伺っていたのである。小高城脱出。その目いまだくじけておらぬようだな。いい加減雨子再興などという絵空ごとは忘れたらどうだ。今毛利に下れば囚われている他の雨子将ともども興禄で召し抱えてやってもよいのだぞ。また来たのか、懲りないじいさんだな。いいか、何度聞こうが俺の答えは変わらない。いつか必ずあんたたちを倒して俺は雨子を再興する。そうやって見くびってろ、いつか必ず寝首をかいてやる。哀れな鹿がよう泣きおるな。だが夢夢忘れるな。お主はわしに生かされておるということ。わしも年を食っていささか気が短くなっての。あとどれだけ待てるやらな。くそ、いつまでもこうしちゃいられないな。そろそろあれを実行に移す頃合いか。見てろよじいさん、俺をなめた報いはしっかり受けてもらうぞ。よし、俺の出番だな。父上、また鹿のもとへ。いい加減奴を生かし続けるのはやめたらどうです。あの工場バカを降伏させ手駒にしようなど。父上は奴の執念を甘く見積もりすぎています。違いねえな。ありゃとても俺たちに飼いならせる玉じゃねえよ。そう案じずともよい。鹿のしつけはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかの。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を図った模様。何でも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。な、鹿が。ああ、もう行ったそばからこれだ。へえ、鹿の割には機転の利いたやり口じゃねえの。みな、奴を逃がしてはならぬ。総力を挙げ必ずや捕らえてみせよ。心を折れぬというのならまずは手足を折らねばな。それもダメならその時は。
獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く森の屋敷を抜け出すぞ。森から鹿が逃げ出したか。みな、奴を野に放ってはならぬぞ。おい貴様、ここで何をしている？早速見つかった。早速倒して出口を探そう。みな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。倒し足りない。敵将、やってやったぞ。聞かせていただこう。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならずか。好き方がやばいって。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。雨乞いを逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。どうだ、どれ、どれ、マイルか。身の程知らずめ。終わらせる。まだ倒し足りない。俺から逃げられると思ったか。耐えきれず引かせてもらう。かたじかない。俺よりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。中庭は守りが固そうだ。突っ込むのは得策じゃないな。出たぞ。
鹿之助、やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うえ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。開門。少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高子、後の指揮はお主に託そう。わしは一度。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。王には戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。どうだ。どうれだ。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、あるまい。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。開門。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。まだ倒し足りない。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。意地は見せた。もうよかろう。お見事にござった。時は敵将、やってやったぞ。耐えきれ、引かせてもらう。終わらせる。まだ倒し足りない。意地は見せた。もうよかろう。道を開けろ、坊ちゃん。俺は止められない。つくづく面倒なことになったな。早く葬っておけばよかったもの。どうだった。
式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ。やつを穴ぼこだらけにしちまいな。天下無双か。嬉しいもんだな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。まだ倒し足りない。どうだ。さて、次の手はどうするかな。ああ、大変だ。このままじゃ捕まっちまう。今西の方から声が聞こえたような。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。俺のやつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため散ってください。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。俺から逃げられると思ったか。フルはなんだか。なんと見事な。ここは引こうかあるまい。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。今は引きます。ですが次こそは必ず。どうだ。
だ倒し足りない。やすやすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。終わらせる。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。終わらせる。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。決まった。私だってあなたを倒せるんですからね。愚かな雨ごみ登録兵で挟み撃て。クソ、強撃か。背後からの攻撃にも注意しないと。にござった。バカな、遅れを取るだと。まずい、急いで仲間を助けないと。俺から逃げられると思ったか。父上、力を及ばず申し訳ありません。なんと見事な。おお、助かりましたぞ。どうだ。よし、ここから抜けて。甘いわ、逃がしはせぬぞ、しかよ。出たな、じいさん。いい機会だ。で、あんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。勝利条件変更。終わらせる。中を引き連れ逃げおせる魂胆か。ゾンが抜け目ないよ。お主がどれほど奔走しようと、もはや雨雲は起こせない。黙れ。そんな戯れ事は信じるものか。毛利を倒して必ず雨雲を再興する。天下無双か。嬉しいもんだな。物分かりの悪い仕込みが、うちに姫しきばわし自ら砕いてくれるわ。
このようなところでやられるわけには。どれだって拙者は。仲間の命すら守れないのか。